軍団兵、ロリカセグメンタタコスプレ軍団兵は、ローマ軍団を構成する兵士。共和制ローマ中期まで、ローマ市民は、軍団兵としての義務があり、25年間、45歳までの兵役が課せられた。退役までの5年間は、ベテラン軍団兵として、従事する内容を軽いものなどにしてもらい、優遇をされた。編成においては彼らは、トリアリーに組み込まれ、 よほどの劣勢でなければ、実際に白兵戦に参加することはなかった。兵の資格として、ローマ市民権を保持する市民でなければならず、これは、帝政ローマになっても変わらなかった。軍団兵は、厳しい規律の下で鍛えられた。訓練は、地の出ない戦闘と呼ばれるほどに厳しく、ローマ軍の戦闘技能に欠かせないものであったために、武器での模擬戦闘及び重装備。 密集した戦列のままでの演習更新は絶え間なく行われた。当時の戦いは重層不評の場合、剣を持って白兵戦で敵と戦わなければならない過酷なものであった。体格的には異なイタリア人が大柄で頑強なガリア人やゲルマン人の兵士に連戦連勝できたのは、とえに厳格な規律によってなされる集団としての 統率と兵士間の連帯によるものである。また規律は重要視され、違反者は厳しく処罰された。最大の刑罰は死刑。これは当事者1名を処刑するだけではなく、共に殺される者を同じ部隊の兵士からくじで選び、残った者たちが死刑を執行するという過酷なものだった。その一方、私生活に関しては柔軟な対応がなされていた。例えば公式には、 兵役中の兵士の再体は禁止されていたが、実際には、居留地で妻をめとり、女体後故郷に妻子を連れて帰ることなどは、黙認されていた。ローマ人の食生活では、海産物はよく食べたが肉はほとんどと言っていいほど、食べる習慣がなく、軍団兵が遠征に抵抗する食料も、小麦粉、固く焼いた、パン、干し魚、玉ねぎ、いちじく、チーズ、牛乳、オリーブオイル、 塩、水、ぶどう酒などで肉は食べ物がなくなったから仕方なく食べる程度であったという説が近年まで信じられていた。当時の文献にそのような記載があったからである。ガリア戦期においても補給不足から重肉を得たということがわざわざ書かれている。しかし、軍団駐屯地跡などに対する最近の発掘調査では調理された大量の重骨が見つかっている。 このことから時代が下るにつれて肉食の文化が普及していったものと考えられている。軍規範などの際には彼らは大麦を食べさせられる罰を受けることがあった。大麦は軍馬の食べる資料とされており、これは軍団兵にとってかなりの屈辱であったという。ローマ軍団兵の特色の一つとして、その優れた土木技術が挙げられる。彼らは軍団基地に駐屯しているとき、 訓練ばかりではなく、ローマ街道の布設補修工事を常に言っていた。労働をいし味そのような作業を奴隷に押し付けたギリシャ人とは対照的であった。その技術水準は非常に高くエンジニアリングに無知だったガリア人たちが見守る前で森から木を切り出したと思うと、ほんの数時間で工場兵器を建造してみせたほか、三日でライン側に木造の橋を架けて、 エルマン人を奇襲することもできた。すべての作業がマニュアル化され、システマチックに遂行された。たとえ1日の野営地でも整然と区画を設定し、排水口まで備えた通路を敷き、柵で囲った人形を構築したので天候の急変や、不意の敵の野襲などに対しても、万全の備えを示していた。建設した街道や水道橋には今日でも使用されているものがある。 軍団兵が建築した石橋は現在でもヨーロッパの各地に残っており2000年が過ぎた現在でも人や車が渡ることができる欧州にはその各地に残る橋が示す古代ローマ帝国の建築技術の高さから古代ローマ帝国当時に作られたという俗説を持つ悪魔の橋が現在でも数十伝わっている都市計画にもたけ現在のいくつかのヨーロッパの主要都市 マンチェスターやランカスターなどは、軍団の中屯地を端緒としている。アシス制度家デナリウス銀貨ローマは、先進文明のカルタゴやオリエントの君主国とは、異なり、後進文明であるスキタイやギリシャと、同じく勝負を尊び自国の防衛に傭兵を雇用する習慣がなかった。共和政初期、国家の危機に際して軍団に参ずるのは、5万アシス以上の資産を持ち、 ローマ市民権を持つ者の,の義務であった。彼らは自前で武装を調達できる財産があるのだから、緊急時には兵として活動するのは当然と思われていた。ただし、日本の武士のように戦地に向かう路銀や食料は自前持ちではなく、軍団より支給された。紀元前4世紀頃を境にして、ローマの軍団兵には、いわゆる日給が払われるようになる。ローマ市民にとって兵役は、 義務ではなく、権利とも言えるものであった。春から夏にかけて、戦争を行い、秋の仮入れ時から、冬の間は休戦して、ローマに戻り、平時の仕事をするのが、当時の戦争のスタイル。これに伴い、戦場で壊れた武装を取り替えたり、追加の食料を補給する費用まで、個人では、負担が大きすぎるようになってきたのである。そこで、一般兵には1日4が死ス 100人隊長は8、アッシス、騎兵は12アッシスが支給されるようになった。共和制時代のアッシスは10アッシスが1でナリウス銀貨に相当し、貨幣として流通量が最も多かったため日給として使われた制度効果である。初代皇帝アウグストゥスの通貨改革以降は同化となり16アッシスで1でナリウスとなった。以下の分で現れる通貨単位 セステルテウスは、共和制時代は4セステルテウスで1デナリウスに相当する銀貨だったが、アウグストゥスの通貨改革でどうかとなり、アシスに代わって最も広く流通する効果になった。軍団兵が国家から年給を支払われる。職業軍人化するのはマリウスの軍政改革以降のことで、この改革以降、軍団兵は70デナリウスの年給を受け取るようになった。年給の賃上げは、 ローマの歴史上4回行われ前45年、カエサル70から140デナリウス全30年、アウグストス140から225デナリウス582年、ドミティアヌス225から300デナリウス597年、セプティミウスセウェルス300から375デナリウスとなった。その他、大規模な戦闘に勝った時は、首都ローマに軍団が帰還した後、 報奨金が出るのが普通だった。例えば、ガリア戦役からポンペウスとの闘争まで、すべてに勝利したカエサルは報奨金として、一般兵には五千デナリウス、百人隊長には一万、デナリウス、大隊長には二万デナリウスをそれぞれ支給した。このほか退職金や植民都市への移住の自由など、兵役を務めた者に対しては、第二の人生を始めるのに十分な計らいがされていた。 また除隊、退役後も自発的に登録し、必要に応じて軍務に戻る者はエオカトゥスと呼ばれ、しばしば工具された。軍団兵の銅像帝政時代のスクトゥム戦時において、敵地に赴くとき、軍団兵の兵装は以下の通りであるまた遠征には生活用具一式が入ったサルギナと呼ばれる荷袋を担いでいた。中にはが詰め込まれていたローマ軍団兵は、 基本的に重装不評として、戦闘に加わったため、それ以外の陛下を、俗州民、同盟国の兵士に任せていた。アウクシリアと呼ばれた彼らは、ローマ市民権を持つ市民ではなく、軍団兵よりも、軽装の不評か、騎兵として、主に広報支援を任務としていた。ローマ軍団のもう一つの陛下は、騎兵である。スキピオ・アフリカノスが活躍した第二次ポエに、戦争以降は重装不評、重層布標、 軽装不評、騎兵の三つの陛下を、いかに機動的に動かすかが戦場での勝利の鍵となっていたが、古代ローマ時代の騎兵は乗馬用のあぶみがない状態で馬をからねばならず、幼い頃から馬に慣れていないと務まらない特殊技能であった。また訓練用の馬を用意する、経済力も必要なことから、富裕なローマ市民が務めることが多かった。 以上のような理由から、騎兵を務める者を共和制ローマでは、エクイテスと呼んだ。時代が下ると、本来の騎兵の意から外れで、元老院階級と一般市民の間に位置する階級として定着する。また、ごく一部には、医療、土木専門などの技術者などが従軍しており、軍団兵でありながら勤務が軽い役職も存在したようである。いくら体格が良く、技量に優れていても、 奴隷身分の者は軍団に入ることはできなかった。ありがとうございます。